中央交差点付近大原付近第二北大通線は埼玉県熊谷市内に定められた都市計画道路の名称。一般的には第二北大通りと呼称表記される。熊谷市街地中心部の国道17号の北側を走る北大通りのさらに北側を走る半環状の都市計画道路。国道17号の助屋田地区より市街地中心部と 国道17号、熊谷バイパスの間を抜け、国道407号の原島地区に至る通り、全区間が熊谷市道137号線となっている。順次整備が進められ、最後の未開通区間である上野付近展示図書館、交差点間及び大原付近終点、原島付近の国道407号との交点間の2区間が上野地区内で交差する。 土地区画整理事業として建設された都市計画道路熊谷谷谷号線の未開通区間と同時に2019年4月13日13時30分に開通式典を取り行い全線開通となった整備効果は熊谷市の環状道路ネットワークの構築市街地中心部の渋滞緩和が挙げられている具体的には熊谷市街地東部群馬県大田市方面間を 熊谷市街中心部や慢性渋滞する熊谷警察署交差点を避けて通行することが可能となる。また、起点の助屋田交差点に直結する県道かと山熊谷線の振動が全区間で完成すれば東松山市方面へも抜けやすくなる。ありがとうございます。